小樽に着きました。で今もう5時10分ですね。なんかコンビニで朝飯食ったり、なんだかんだ GoPro のセッティングしてたらこんな時間になっちゃいましたと。ということでまず第1日目行っていきたいなと思います。僕はですね、本当にこの北海道急遽行くことを決めたっていうね感じで、かなりバタバタなんですけど、本当に全部何も知らない状況で、インターネットにある情報っていうのだけを頼りにしてプランを立てていますと。でネットで普通に出てくる現地5日間のルートプランみたいなやつで普通に調べて、その通りに動くっていう感じですね。で1日目が小樽について、ちょっと下の方ですね、なんか防洋の丘だったりとか、あとはなんだっけ、ニセコとかをちょっと回りつつ、最終的にはルモエっていうのかなに、宿泊をするというような感じになるかなと思います。はい、ということで防洋の丘に向かってるわけですが、なんかかなり山道を選んじゃいました。ガソリン大丈夫かな、 43.99 でロードホッパーってタンク容量 10リッターなんですけど、まあ実質なみなみ入れられないんで9リッターとか 8.5 リッターぐらいしか入んないんですよね。ってなった時に多分大体いつも100キロちょいで入れてるんですよ、ガソリン。なので防洋の丘まであと60キロなので、まあ、100キロは大丈夫かなっていう。あと今回一応リザーブタンクを持ってきてるので、まあそれがあれば100、まあ燃費よく走れば3、40いけんのかなっていうふうに思うので、まあ大丈夫でしょうというところですかね。いやでも本当これめっちゃ気持ちいいですね、この山最高。なんか知らぬ間にすごい登ってて、さっき小樽をこうなんか見渡せる丘があって、あなんかこんな登ってたんだみたいなのは後から気づきましたね。ということで、ちょっと道の駅によって、ガソスターの場所探したりとか、トイレを行って増したと。でちょっとどうやらガソスターがあんまないし、しかも北海道なんかあんま24時間もなさそうな、オープンのところもなさそうなんで、ちょっとクッチャンという町にまずは一旦ここから30分ぐらいですねで向かって、で給油をしてから防洋の丘に行きたいと思いますと。でクッチャンにあるガソスターもですね、基本早くて7時オープンとかなんで、多分若干ちょっと30分ぐらい待たなきゃいけない開店までなんだけど、まあ30分ぐらいなんでよしとしましょうか。なんか防洋の丘方面も基本オープン8時とか書いてあったんでちょっと怖いっすよね。しかも今日日曜なんで、なんかあんまり街から外れたところで空いてないってなると終わるので、一旦ちょっと大きめの町でガソリンを入れてから行こうかなと思います。なんか一応駅とかなんかのデパートとかあったっぽいんで、 Google マップ上だと。だからちょっとそれを一旦頼りにして向かおうと思います。うひょー気持ちいい。いやーマジで広大だな北海道、すげー幻想的。いもうなんかずっとこのゴーグル回してたいよね、ほんと。まあなんですが容量がですね、なんせ64ギガのやつなんで、何時間撮れるんだろうな、フル HD のやつで、そんなに 4K とかで撮ってないからいっぱい
まあ、割とそれに比べたら多めに取れるはずなんだけど、それでもなんか多分何時間分かぐらいしか取れないので、まあちょっとこまめにね切ったりつけたりしなきゃいけないっていうのがちょっと残念なところかな。普通の元ブログやってる人ってどんぐらい持ってるの？やっぱ128とかは絶対持ってるのかな。じゃないとでもね大変だよな。ではついに、防用の丘に、行きたいと思います。防用の丘まではもうすぐあと4キロぐらいなんで、割とすぐ着くんじゃないかなと思っておりますが、ここ左どこだ、ここか、はいはいはい、あ、なんか綺麗な感じになってきた。それでここを右方面に流れていきますと、一般農道、4キロ先、町営農場って書いてあった。まあ、防用の丘っていうぐらいだから、ちょっと登ってくんだろうな。うわー、気持ちいい、これ。まだ朝7時半だもんな。てかもうほんと、4時半かに港に着いてるから、もう3時間経ってんだけど、まだ7時半っていうね。いや、一日が長くていいっすね。まあでも、おぉ、ちょっと怖いね、この辺。その後も基本は、早起きして移動する感じになるのでしょう、と。お、ちょっと太陽出てきた。やったー。石がすごいな。お、着いたんじゃないでしょうか。これを登り切ったところにこれか。民間林道。うわ、石が怖いな、俺。あ、軽トラのうんちゃん、ごめんなさい。すいません。ふう、石が、このファイヤーストーンのタイヤにはなかなか厳しいところですな。あ、でもこの辺なのかな。すげえ綺麗。もうすぐそこ、なんかあれなのか、サインとかあんのかな、一応。ああ、でもほらこんな感じっすね。すげえ。すげえ綺麗。もうてかここがもう丘っていうあれでいいのかな。多分この一帯ってことだよね。なんか一応スポットとしては Google マップに登録はされてるけど、どうなんだろう。まあ、でもそこで見ると一番丘が綺麗に見えるってことなんのかな。さあ、ということでこれを登ったここだ。酪農記念碑。
用の丘に到着。あ、これだ。うわー、すげえ。綺麗っすねー。ちょっと雲が若干かかってて残念ですが、とはいえちょっと若干太陽も出てて、いいっすね。あとあっちの方とかも行くと綺麗なのかもしれないですね。ちょっと行ってみましょう。見てみましょう。うわー、めっちゃ綺麗やん。すげえ。なんか朝で若干なんかもやってるところも幻想的だな。すげえ。牧場内、もう牧場なんだねここも。だからみんな牛を飼ったりしてんだろうな。太陽出てくれこのまま。いやー綺麗だな。あ、ここから先は関係者以外立ち入り禁止なんだ。じゃあちょっとここで U ターンさせてもらいましょう。わあ、なんかいいじゃない、幻想的じゃないですか。いい感じっすね。ちなみにロードホッパーの装備はこんな感じで、基本タンクバッグ2つと、キャンプリュックを背負ってるだけですね。60リッターの。なんでめっちゃ装備としては薄めな感じですと。汚ねえな。もう昨日土砂降りの中運転したからめっちゃ汚いっすね。いやいや。で、フェンダー代わりにこのビニールテープを巻いて、おります。いやー、北海道ツーリングに適してるかっていうと絶対適してない部類のバイクなんですが、まあ、ちょっとやってみようっていうことで乗ってます。ではね、ちょっとこのまま、また、くっちゃんかなに戻って給油をして、そのまま、ニセコパノラマラインに向かおうと思います。